なんてこと。暁の巫女の指輪と若き獅子の指輪、奴らに奪われたですって。すまない。あのね、もし神竜側の指輪を奪い返せたら、セピアとグリに褒めてもらえると思って。それで二つとも奪われちまってたら意味ねえだろ、バカが。ごめんなさい。でもまた取り返せばいいよね。僕たちは特権階級なんだもん。指輪を取られてもお叱りはないんでしょ、マロン。なぜ命令以上のことをしたの？今回のことは私でもかばいきれないわ。でも聖騎士の指輪だってセピアのミスで神竜側に戻ったじゃん。私はベイル様のご命令に従っただけよ。それともベイル様を非難する気かしら。これは今回のことを言い訳する気はない。もし罰があるなら俺に与えてくれ。もうこいつはただ褒めてもらいたかっただけだ。共にいて止められなかった俺に責がある。まああなたいつの間にマロンをかばうようになったの。これまで宿の誰にも心を開かなかったのに。それともベイル様の剣があるから私を怒らせないようにしたいのかしら。でも残念、ベイル様への術はもうかけてしまったわ。約束が違うだろう。ごめんなさいね、待とうと思ったのだけれど、欠陥品の人格が目覚めてしまったから仕方なく。約束をたがえていたのはそちらも同じよ。今回の件、ソンブル様への反逆に値するわ。私たちは家族なんだもの。悪い子にはきちんとお仕置きをしないとね。何するの？マロン、逃げろ！させないわ。ああ、二人とも伸びちまったぜ。その魔法、思ったより強烈だな。羨ましそうに見るのはやめてちょうだい。私はもう行くわ。こいつらはどうするんだよ。目覚めたら追いかけてくるでしょう。私以外にこの子たちの居場所なんてないんだから。それより例の件は頼んだわよ。少しの才にも抱かせないよう存分に痛めつけられてきなさい。分かってるさ。奴がソンブル様の巫女かどうかちゃんとこの目で確かめてきてやるよ。戻ってきたわね、イルシオン城に。中には邪竜ソンブルがいるはずです。それからベイルも。ええ、無事でいてほしいですが、敵として立ちはだかることが考えられます。警戒を怠らないようにしないといけません。危険だと思ったらすぐに撤退を。どうしたんだい？デスタン大教会で似た会話をしたことを思い出して、紋章シマルスとはあれきりでした。結局取り戻せないままこの場所まで来ましたが、また同じことになったらと。僕たちはあの頃より強くなった。以前のようにはならないよ。それに君だって神竜として立派に成長したじゃないか。神竜としてですか？ああ、だから取り戻せるさ、必ず。それは何よりの褒め言葉ですね。行きましょう。誰もいませんね。イルシオン城内はいつもこんなに静かなのですか？いいえ、王城兵すら姿が見えないのはおかしいわ。ソンブルは城の者まで始末したのか？みんな異形兵になってるってこと？そんな
王城兵ならここにいるぜ。グリ、久しぶりだな、神竜様。はるばるこの城までようこそ。ああ、イルシオンの姫君にはお帰りなさいませと言って差し上げるべきかな。港ではマロンとモーブが世話になったみたいだな。指輪も二つ奪い返して万々歳ってとこか。残りの指輪も早く欲しいだろう。例えばこれとか。慈愛の王女の指輪、正真正銘の本物だぜ。紋章師だってこの通り。セリカ、俺を倒したら返してやってもいいぜ。何を企んでいるんですか。そっちこそ何を警戒してんだ。ソンブル様が来るかもってビビってんのかよ。あなた一人では分が悪すぎます。言ってくれるね。言葉で責められるのも悪くない。安心しな、誰もここには来ねえよ。もし来たら俺は舌を噛み切って死んでみせてやる。どういうことです。戦わねえならこれ以上は答えられないな。わかりました。何が狙いか知りませんが、本当に援軍が来ないのであればまたとない好機です。覚悟してください、グリ。慈愛の王女の指輪返してもらいますよ。そう来なくっちゃ、かかってこいよ神竜様。時間をかけて俺をズタボロにしていきな。すぐに肩がついちゃ面白くねえな。しばらくは一方的に殴らせてもらうぜ。消えた。これは紋章師セリカの力ですね。暗がりに潜んでいるかもしれません。みんな注意してください。
決めポーズ。ご注文を。必ず勝つ。騎士として悪くない気分です。万全よ。やってみせます。ウェイ、みんな大好き。で止める、刺すか潰すか、それとも引きちぎるか、楽しみだな。許せよ。またワープを、一体どこに。困っちゃうよね。
痛めつけてやる。ほらよ。かくれんぼにも飽きただろう。甘美なデザートのようだ。でしょ。僕と遊ぼうよ。足元に珍しい虫が。手を出そう。私の勝利だ。楽してね。What?
伝わせて。安らかに。次は仲良くしたいな。覚悟はある。俺からね。恨むといい。のたしなみさ。you
そういうところ好きだな。出番です、紋章師殿。敵を食い尽くしてやろう。もっと可愛く、かっこよく。死にたくなければ下がっていろ。
後には引けぬ。騎士は紋章師と団結した。許されるなら私に力を。英雄よ、ここに。ここだ。痛かったかい？予想通りの結果だ。お前も高ぶってきたみたいだな。いいぜ、解放しろよ、紋章師セリカ。最高の気分だ。お前ら全員殺しちまうかもな。なんで過ちを繰り返すの？
紅茶をちょうだい。よかった、せい。